私はゆかり、今年30歳。一軒家を購入して3歳下の夫、タクヤと二人暮らしをしている。タクヤは大手の不動産会社に勤めていて、営業を担当している。友人経由で知り合って交際を始め、去年プロポーズを受け、結婚を決めた。タクヤの勤める会社の子会社にあたる会社で勤めていた私は、兼業主婦を考えていたが、タクヤの強い希望で結婚を機に、ことぶき退社。長く働いていた会社を辞めるのは寂しかったが、家にいる時間を作って料理を勉強するのもいいなと思っていたので、不満はなかった。私が今の仕事が好きだと知っていた両親は、二人で話し合って決めたならいいと思うけれど、無理はするなと言ってくれた。遠方に住んでいる義両親も、程よい距離感で見守ってくれている。今は、義弟夫婦との同居話が進んで、二世帯住宅を新築で建てるか、義実家をリフォームするかで意見が分かれていて忙しいようだ。5歳下の義弟はサバサバとしている人で、まるで学生時代からの友人のように話ができる。義弟夫婦は今年籍を入れたばかりで、お互いの仕事の都合がつかず、式は挙げずに写真だけ撮ったそうだ。私たちの結婚前から、付き合っている女性がいることは義弟から聞いていた。電話での報告になってしまい申し訳ないと言われたので、今度4人で食事にでも行こうと提案したところだ。その時に直接お祝いを渡そうと考えている。義弟の選んだ女性とも仲良くなれるといいなと、私は会えるのを楽しみにしているのだった。拓也との暮らしは喧嘩もなく順調だった。何かを買うのも私の意見を優先してくれる。時間をかけて作った料理をしっかり味わって食べて感謝もしてくれる。毎日の仕事で疲れているだろうに、休日は私の行きたいところへ行こうと言ってくれるのだ。拓也の好意は嬉しいが、休んでほしい気持ちもある。なので私の運転でドライブへ行き、気分転換をするのが週末の楽しみになっている。私の愛車は丸い形の可愛らしい軽自動車。前の会社は家から距離があるということで、入社祝いに父が買ってくれたものだ。それまで運転が苦手だった私がドライブの楽しさを知れたのは、この車のおかげだと思っている。好きな香りの芳香剤、好きな音楽、好きなものだけを乗せる、私の大切な相棒だ。相棒に乗って目的地を決めずに寄り道しながら、気になったお店でお土産を買うのが私たち流のドライブ。車内にはお土産のご当地ぬいぐるみが並んでいて、そろそろ並べきれないくらい増えてきた。拓也との円満な結婚生活。今後も夫婦仲良く幸せが続くと、この時の私は信じていたのだった。結婚して1年が経つと、優しかった拓也が少しずつ冷たくなっていったのだ。帰宅の時間を聞いても、会社に行ってみないとわからないと言われ、いつ帰ってきてもすぐに食べれるように冷蔵庫におかずを用意しておくと、拓也は私を怒る。家にいるだけなのに、夫のご飯も用意できないのか。準備はできているのよ。何時に帰ってくるのか教えてくれればそれに合わせて。口答えするな。仕事で疲れて帰ってきてるのに、レンジで温めるだけのおかずが食べられるか。そう言って、おかずを私の目の前で、ゴミ箱に捨ててしまうのだ。君を養えるくらい、俺が稼ぐから、家を守ってほしいと言って、プロポーズしてくれたのに、誰のおかげで生活できると思っているんだと罵ることが増えた。生活費も最低限しか渡してくれない上に、私が買い物に行くことも嫌がるので、独身時代の貯金を崩して、ネットスーパーなどで日用品などを購入している。夫婦の結婚を祝ってくれた両親や義両親を悲しませたくなくて、拓也の冷たい態度を話すことができないでいる。義実家へ伺った時や、夫婦で誰かと会う時は、拓也はとてもいい夫になるのだ。私を最優先にして、体調を気遣い優しく接してくれる。まるで、新婚の頃に戻ったようで、私は嬉しかった。しかし家に帰ると、態度を豹変させて、
私の失敗を責め立てる拓也。少し我慢すればまた優しくしてくれるはずと、私が全て悪いのだと思い込むことしかできなかった。悲しいことに、私が反省して言う通りにすればするほど、拓也の態度はどんどん悪くなっていくのだった。拓也を愛しているが、愛だけで生活はできない。お願いしても生活費は増えることがなく赤字が続いていた。買い物で貯金を使い続けて、蓄えに不安もあったので、今後のために仕事を始めることにした。ブランクがあり不安だったが、今までの職歴をまとめた資料を添付して応募すると、幸い複数のいい返事をもらえた。その中で、在宅で勤務できる会社と業務委託の契約を結ぶことができたのだ。会社はマニュアルがわかりやすく、慣れるまで先輩のサポートを受けながら仕事をすることができた。仕事の合間に家事をこなしながら真面目に働いていると、数週間で先輩から太鼓判を押してもらえた。一人でできることが多くなって、だんだんと安定した収入を得られるようになったのだ。家で一人、拓也に迷惑をかける自分を責めていた時間が、仕事を始めたことで責める暇などないくらいあっという間に過ぎていった。拓也は私のことに関して細かく知りたがった。日中の小さなことでもいつもと違うことが起きたら報告するルールが設けられていた。今回の仕事の件も例外ではなかった。ルールを破ればまた責められてしまう。律儀に守ろうとした私は、契約を結んだ段階で仕事を始めたことを伝えたのだが、私へ契約結べたよ。来週から仕事開始するんだ。は？家でできる仕事だろうな。うん、在宅勤務だよ。仕事の合間に家事もちゃんとやるから。当たり前。お前の第一優先は家事だろ。それに、お前ができる仕事なんて大したことないだろ。そんなこと言わないで。確かに拓也の仕事とは違うかもしれないけど。はいはい。ま、俺くらい稼げるようになってから物を言えよ。と、拓也はまるで興味ないとでも言うように話を終わらせようとした。あまりにも冷たい態度に思わず指摘してしまった。拓也、私、あなたに何か悪いことしたかな？最近なんだか態度が冷たい気がするんだけど。リビングから洗面所へ行こうとしていた足を止めて、拓也が振り返る。不機嫌そうに、眉間にシワを寄せる顔を見て、怒らせてしまったと、思わず身構える。うるさい。口答えするな。お前とは仕方なく結婚してやったんだ。お前みたいな生き遅れを受け入れてやった俺に感謝しろ。今までも、拓也から、たった3歳の年齢差をからかわれることはあった。冗談のようにおばさんと言って笑うので、空気を読んで私も笑っていた。しかし今日はいつもと違う本気の声だった。ショックを受けた私を見ないふりして、拓也は洗面所へと向かっていった。その日は拓也の隣で眠ることができず、初めてリビングのソファーで横になったのだった。家具を入れて狭くなった部屋が、虚しさのせいか、とても広く感じた夜だった。翌日、貼り付けた笑顔で拓也を見送った私は、とうとう義弟に相談した。一人で抱えておくことが、どうしてもできなかったからだ。突然の電話に驚きながらも、義弟は直接会って話そうと言ってくれた。忙しいのにごめんねと謝罪すると、会うのが早まっただけと笑ってくれた。今日はたまたま空いているそうで、義弟夫婦と近くの喫茶店で集まることになった。指定された喫茶店に先に着いてしまった私は、義弟夫婦に渡すお祝いを持ってぼんやりと座っていた。新婚の二人にこんなことを相談しようとして、私はなんて迷惑な義姉なんだろう。同居のことで準備もたくさんあるのに申し訳ない。やっぱり大丈夫だと早めに切り上げよう。そう考えていると、喫茶店のドアベルがチリンと鳴った。
私が顔を上げると、気づいた義弟が手を振ってくれた。義弟の後ろについてきた女性は見覚えのある人だった。義弟になる女性はなんと、いとこのミカだったのだ。ミカ？ゆかり？お姉さんって、ゆかりのことだったの？抱きついてきたミカを受け止める私。義弟は取引先で対応してくれたミカに一目惚れして、猛アタックの末、交際を始めたらしい。もちろん私のいとこだとは思わなかっただろう。ミカから私との関係を聞いた義弟は、私たちの顔をまじまじと見比べて、確かに顔立ちが似ている気もする、とつぶやいている。ミカは私の3歳下で、タクヤと同じ年だ。勉強が好きで、一人でいることが多かった私と、運動が好きで、大勢でワイワイすることが多かったミカ。性格も正反対で趣味も全く違うのに、なぜか本当の姉妹のように仲が良かった。父親同士も仲が良く、幼少期はほとんど一緒に過ごしていたのも理由の一つだろう。成人してからもミカの仕事が忙しくて会えない分、こまめに連絡は取り合っていた。ミカは社長秘書をしていて、社長が多忙のため、ミカもなかなか休めないのだ。お互いのパートナーの話もしていたが、話していたパートナーが兄弟だとは思っても見なかった。同じ名前の別人かと思っていたことを義弟に話すと、驚いた顔がそっくりと笑われてしまった。三人分の飲み物を注文し終えた私に、ミカはどんどん質問をしてきた。一つ一つに答えていくと、目の前の二人は何とも言えない顔をした。タクヤの態度を再現すると、義弟はすっと表情を消して電話をかけようとした。きっとタクヤに確認をしようとしているのだろう。私は義弟に、タクヤ本人に聞くのはもう少し待っていてほしいとお願いした。私が何度も言うと、義弟はしぶしぶとうなずいた。ミカは義弟の隣で顔を真っ赤にして怒っている。義弟曰く、タクヤは幼少期から好きなものに対して独占欲が強かったそうだ。気に入った本、おもちゃなどは義弟にすら貸さなかったらしい。きっと私に対してもその独占欲が出ているのだろうと話した義弟を遮ったのは、ミカだった。私はお兄さんの態度を独占欲で片付けるのは良くないと思う。ゆかりは今後どうしたいの？どうしたいか。タクヤとは前みたいに仲のいい夫婦でいたいよ。別れたくはないってことよね。でも、仲いい夫婦を続けるためにゆかりだけ我慢しなくちゃいけないの。それって、夫婦って言えるのかな？私は人に相談するのが苦手で、うじうじと一人で悩んでしまいがちだった。今回のように、もうどうしようもないと思うくらい追い詰められて初めて相談できるのだ。そんな私の話を聞いてミカは、押し付けることはせずに、いつも率直に言ってくれる。あまりに言葉がまっすぐなので、傷つくこともあったが、それ以上にミカの言葉に救われているのだ。私にとってミカの言葉は、灯台の光のように導いてくれる存在だった。もし悩んでいるなら、すぐに決断を出す必要はないんじゃないかな。でも、兄貴とは一旦距離を置いてもいいかもしれないね。姉さん、今度、俺たち旅行行くんだけれど、一緒にどう？ミカの言葉にうなずいた義弟は、先ほどポケットにしまったスマホを取り出して画面を私に見せた。旅行先の旅館だろうか、外観からして高級そうだった。そうだよね。私もゆかりとゆっくり話をしたいと思っていたし、一緒に行こうよ。それって新婚旅行じゃないの？私が行ったら邪魔なんじゃ。申し訳なくて何度も断ったが、私が相談する前から、もともとタクヤを含めた4人で旅行を計画していたそうだ。2人からの誘いに、ありがたく私も参加させてもらうことにした。2週間後、いよいよ旅行当日になった。荷物はこっそり準備して、クローゼットの奥に隠していたので、タクヤは旅行に行くことに気づいていない。行っても確実に反対されるだろうから、書き置きだけ残して家を出た。
拓也に直接何も言わないで旅行に行く罪悪感もあったが、久しぶりの一泊二日の旅行にワクワクもしていた。義弟が運転をしてくれて変わろうかという言葉も笑顔で止められてしまった。好意に甘えて、ミカと後部座席で話していると、あっという間に目的地に到着。こじんまりとした旅館だった。完全予約制で、一日に泊まれる人数が限られている分、サービスが手厚いのが特徴らしい。休憩した後に、ミカと温泉に入って、深く深呼吸する。ここまでリラックスしたのは、いつぶりだろう。あの家では、無意識に緊張し続けていたのかもしれない。拓也と物理的に距離を置いたからか、今までのことが客観的に見られるようになった。拓也との夫婦関係は普通ではないこと。私は見下され、束縛されていること。同時に、拓也に対する愛情がなくなっていることも、二人のおかげで気づくことができた。きちんと、拓也と今後のことを話し合わなければ、お互いのためにならない。自分がやるべきことが明確になったことで気分が晴れた。今はとにかく二人との旅行を楽しもう。そう思った私は夕食を食べに大広間へと向かったのだった。早めの夕食を終えて二人は食休みを挟んだ後、マッサージサービスを受けに行った。私も誘われたが辞退し、部屋でゆっくりしていると、拓也から電話がかかってきた。仕事が終わって今帰宅したのだろう。電話越しなのに怒っている顔が想像できてしまう。お前今どこいるんだよ。勝手に出かけるなっていつも言ってるだろう。直接何も言わなかったのは悪いと思っているよ。でも私はちゃんと書き置きした。どこに誰と行くか、いつ帰るかもちゃんと書いてあるよね。書き置きなんか俺は見ていないから、ないのと同じだ。つまりお前は無断で出て行ったんだ。一家の大黒柱である俺が働いているのにのんきに出歩きやがって。俺に誠心誠意謝罪しろ。どうして拓也に全部許可を得ないといけないの？新婚当時は友人と旅行に行っておいでって言ってくれたのに、部屋の掃除も洗濯も終わらせてから出たのでサボっていません。明日には帰りますので、夕飯は冷蔵庫の中のおかずを温めて食べてください。拓也はまだ言い足りなさそうだったが、構わずに電話を切った。今までのように怯えることもなく拓也と話せたことに嬉しくなる。二人に話して心が軽くなったおかげだろう。両親に撮った写真を送ると電話がかかってきた。夫婦で旅行に来ていると思っていた両親に、義弟夫婦と来ていると伝える。拓也のことを包み隠さず話して、離婚を考えていることも伝えた。両親は最後まで話を聞いた上で、私の意思を尊重すると言ってくれた。両親の言葉に背中を押してもらった私は、旅行から帰ったら拓也と話し合おう。拓也の態度が変わらないのなら離婚を提案しようと決意した。マッサージから帰ってきた二人に決意表明すると、何かあれば力になるからねと言って、応援してくれたのだった。二人に家の前まで送ってもらい、家に帰ってきた。心と体がリフレッシュしたので、家にいるだけではもったいない。今日は洗車にでも行こうかと、駐車場に止めてある相棒を見ると、なんだかいつもと違う気がする。胸騒ぎがして近づいてみると、焦げ臭い匂いが漂っていた。車の周りをぐるっと回って、いつも通りなのを確認してから、窓から中を覗くと、なんと車内は、すすだらけだったのだ。一瞬、何が起きているのかわからなかった。私の車が、燃やされた。パニックになった私は、扉を開けようとしたが、鍵は夫が持っている。私はすぐに電話をかけるが、何度呼び出し音が鳴っても、拓也は出てくれない。普段だったら、仕事中でも出てくれるのに。呼び出し音を何度も聞いているうちに、私は少しずつ冷静さを取り戻していた。窓や鍵を壊された形跡はない。窓から見た限り、
盗まれているものもない。もしかしたら、タクヤが燃やしたのかもしれない。たとえ燃やしたのがタクヤではなかったとしても、敷地内で私の車が燃やされたのに気づいていないはずがない。留守番電話の内容も、私を責める内容だけで車のことは触れていなかった。その瞬間私が抱いたのは、タクヤに対しての激しい怒りと絶望だった。黒く焦げたぬいぐるみたちが、私たち夫婦が元の関係に戻れないことを表しているようだった。これで出なければ諦めようと再度電話をすると、留守番電話につながる直前に、タクヤが出た。応答しても何も話さないタクヤに、私は尋ねた。もしかして車燃やしたのって、タクヤなの？お、察しがいいな。珍しく気づいたのか。車内だけ燃やすの大変だったんだ。タクヤへの信頼が、ガラガラと崩れていった。やり遂げたとでも言うような態度に怒りすら湧かなかった。どうしてこんなひどいことをしたの？私が気に入らないからって車を燃やさなくてもいいじゃない。何も言わずに俺を置いて旅行に行ったお前が悪い。これは自分勝手なお前への罰だ。人の車を燃やした拓也は自分勝手じゃないのかと聞きたかったが、話が進まなくなりそうなので黙っていた。黙ってしまった私に、自分が優位に立っていると思ったのか。そもそも、ニートが旅行なんていいご身分だよな。文句あるなら、離婚してやるよ。と言われ、私は内心大喜びだった。いつ切り出そうかと思っていたのに、拓也から提案してくれるなんて、願ったり叶ったりだ。そうだね。価値観が合わない二人でいても仕方ないから、離婚しましょう。お前、ちゃんと俺の話聞いてたか？離婚だぞ。いいのか？拓也の声が少し裏返っている。あっさり離婚を受け入れた私の態度に驚いているようだ。私は落ち着いているし、ちゃんと聞いているよ。落ち着いていないのは拓也の方じゃない？お仕事中に電話してごめんね。もう切るよ。焦る拓也を無視して電話を切る。拓也は私が泣いて謝ることを想定していたようだが、今までの私とは違う。燃えた車の写真や周囲の写真を複数枚撮った後に、口コミが良かった最寄りの弁護士事務所へと向かった。口コミ通り、受付から相談まで丁寧に対応してくれた。弁護士は私の気持ちに真摯に向き合って、ぜひ一緒に問題解決いたしましょう、と言ってくれた。この人にならお願いできると思った私は、その場で弁護士に依頼し、はじめに義実家に離婚に伴う慰謝料請求の内容証明を送ってもらった。一旦帰宅して荷物をまとめ、しばらく実家に行くことにした。あの車は両親からもらった車だった。拓也に燃やされてしまったことを話して、写真を見せると、普段穏やかな父が私以上に怒ってくれた。父の怒っている姿を見て、ようやく私は泣くことができた。車を燃やされたことも、思い出をなかったことにされたのも、ショックだったのだ。その日はわがままを言って、私が好きなおかずを母と一緒に作って食べた。懐かしい味が帰る場所があることのありがたさを、私に教えてくれた。涙目でご飯を食べる私を見て、両親は何も言わずに、私と川の字で寝てくれたのだった。数日の仕事をしている私に、義両親から謝罪の電話がかかってきた。内容証明は寝耳に水で、義両親は夢でも見ているのかと思ったらしい。これじゃ離婚と言われても仕方がない。拓也には責任を取らせるという言葉とともに、何度も謝ってくれた。私は、義両親が悪いわけではないこと、電話をもらえて嬉しいことを伝え、こんな結果になって申し訳ないと謝罪し、電話を切った。義両親から電話が来た翌日、再び拓也から電話がかかってきた。どうやら義両親から怒られたらしく、私のせいで怒られたと責める内容だった。私が謝る理由はないよ。
タクヤが私に謝る理由はたくさんあるけれどね。俺の両親まで巻き込んで、お前は何がしたいんだよ。今謝れば許してやるから、おとなしく帰ってこい。そういえば、弁護士さんから直接連絡を取るのを止められていたんだった。これからの連絡は弁護士さんを通してください。と一言告げて、私は再び電話を切った。何度もカッとなっただけで、あれは冗談だ。離婚するつもりはないと電話がかかってきたが、すべて無視した。内容証明の次に、弁護士に依頼したことは離婚の代理交渉だ。しかし拓也は、協議離婚にも調停離婚にも応じる気配がなかった。交渉の場に来ても私の悪口ばかり言って責任転嫁しているようだった。弁護士が冷静に言葉の矛盾を指摘すると、冷や汗をかきながら言い訳するので嘘だとバレバレだ。正直、拓也が反省すれば調停離婚で終わらせようと思っていた。しかし、反省の色を見せない拓也には、自分がやったことを自覚させる必要がある。そう感じた私は、弁護士に訴状を作成してもらったのだった。訴状を裁判所に提出して数ヶ月後、離婚請求を認める判決が出た。今までの発言や態度を、音声や日記に証拠として残してあったおかげで、比較的スムーズに進んだと弁護士が言ってくれた。離婚届もこれ以上ゆかりさんに迷惑をかけるなと義両親に怒られたため、しぶしぶ記入、離婚が無事成立した。訴状に書いた通り、拓也には慰謝料を払ってもらうことになった。拓也が私の貯金に甘えてお金を湯水のごとく使っていたのは知っている。私名義の車を燃やして、預貯金などの夫婦の共有財産にも手を出していた。その分もしっかり請求した。改めて金額を確認して、おじけづいたのだろう。多額の慰謝料の支払いから逃げたい拓也は、とんでもないことを思いついた。再婚すれば、慰謝料はなくなるはずと、いきなり私の実家に来て、復縁を持ちかけてきたのだった。呼び出しボタンを連打して、大声で、俺が悪かったと謝っている。対面せず、インターホン越しに帰ってと言おうとした私を止めて、このまま居座られても近所迷惑だと考えた両親が、拓也をリビングに招いた。ゆかり、俺が全部悪かったよ。お前に甘えて、困らせたよな。拓也、反省してるの？ああ、もちろんだよ。俺と、もう一度やり直そう。必死にそう言う拓也だが、反省しているようには見えない。慰謝料を払いたくないという気持ちが透けて見えるようだった。私はあなたとやり直すつもりはない。自分の力だけで生活できるようになったし、毎日ひどい言葉を言われながら、あなたと夫婦でいたいと思わない。そんなこと言うなよ。俺がいないと生活できないだろう。成人しているのに。いつまでも実家の世話になるなんて恥ずかしいぞ。迷惑をかけたご両親には俺も一緒に謝るからさ。という拓也に、私は何度目かの仕事の説明をした。私が宅地見物士取引士と不動産鑑定士の国家資格を持つ不動産の仲介業をしているということ。さらに投資も軌道に乗って、今では在宅勤務で2000万円稼いでいるということ。確かに両親に世話になっているが、きちんとお金を入れていることを拓也に教えてあげたのだ。驚きのあまり、拓也は口をパクパクさせて、言葉が出ないようだ。見下していた私が自分以上に稼いでいる事実を知って、青筋を立てて怒り始めた。お前が稼げたのは俺のおかげだろ！稼いだお金をよこせ！と、理不尽な発言をする拓也を前に、どうしたら早く帰ってもらえるか考えている私。確かにそうかもしれない。あなたが仕事で稼いだお金を最低限しか家に入れてくれなかったおかげで今の会社と契約が結べたんだものね。それに関しては感謝しているよ。そうだろう。やっぱり俺がいないとお前はダメなんだよ。そうでもないかな。一人だと家事の文句も言われないし、自由に外出できるし、拓也と一緒にいる方がダメになると思う。お前、
さっきから俺をバカにしているだろう。生意気な態度取っていると怒るぞ。拓也が立ち上がって大声を出した。以前だったら恐怖ですぐに謝っていただろうが、実家で心の余裕を取り戻したので全く怖くない。口を大きく開いた拓也が言葉を発するのをノックオンが遮った。私が返事をすると、開いた扉の先にはミカがいた。ミカは私が実家にいることも知っていて、両親にもし拓也が来たら連絡してほしいと言っていたそうだ。部屋の中から聞こえる拓也の大声を電話越しに聞いたミカは慌てて駆けつけてくれたのだ。ミカと拓也は睨み合っていて、バチバチと電気が見えるようだった。ミカさんだっけ？これは俺たちの問題だから帰ってくれないかな。自分の家のように言うんですね。私はあなたの義妹ですけれど、ゆかりのいとこでもあるんですよ。いとこ？ゆかりから全部聞きましたよ、お兄さん。ダダをこねていないで、誠意ある行動をとったらいかがですか？うるさい。女のくせに男に意見をするな！と、大声でミカを怒鳴る拓也。私の前に出たミカは、口元に笑みを浮かべながら話し出した。私の言葉で反省してくれるようならよかったんですけれど、反省しないお兄さんが悪いから仕方ないですよね。俺は悪くない。俺がせっかく夫になってやったのに、その恩も忘れて離婚するゆかりが全部悪いんだ。女のくせに男より稼ぎやがって。反省が必要なのはゆかりだ。私を指さして拓也が叫ぶ。どこまでも女性を見下す発言をする人だと呆れてしまった。一つ大きなため息をついたミカは扉に向かってお父さんと呼んだ。その声に応じて現れた人物を見て、拓也は石像のように固まった。ミカがお父さんと呼んだ人は、私の父の弟で、叔父にあたる。最近知って驚いたのだが、叔父は拓也の勤める会社の社長だそうだ。まさか、あの大手企業の社長だとは思いもしなかった。実の娘ミカと同じように、私を分け隔てなく可愛がってくれる叔父。いつもの優しい笑みは消え、体全体で怒りを表していた。社長、どうしてここに？ここは私の兄の家なんだ。親戚の家に私がいて何か問題でも？淡々と返したおじに何も言えない拓也。おじと私の関係に気づいた拓也は顔が真っ青になっている。大手企業に勤務しているということは拓也にとって最大のステータスだった。これ以上おじの機嫌を損ねないようにと手のひらを返して私を褒め始めた。ゆかりが社長のご家族だったとは知りませんでした。いやー、お二人とも賢い顔立ちをされているので何かあるなとは思っていたんですよ。私が話したことすべてミカから聞いているおじにお世辞は通用しない。眉間のシワを深くさせるおじに気づかないのか、拓也は褒め続ける。ミカさんのような美しい女性が僕の義妹になってくれるなんて光栄です。これからは家族としてよろしくお願いしますね。拓也くん、君にはがっかりした。我が社の顔とも言える営業に君を置いておくことはできない。早速社内会議で君のことを話すつもりだ。と、お世辞を述べる拓也を遮って、おじが一喝。お兄さん、どうぞお引き取りください。続けて、綺麗なお辞儀をしたミカを見て、とうとう拓也は顔色を失った。ミカが自分の会社の社長秘書だとようやく気づいたらしい。拓也は私との復縁も営業の部署も諦めきれないようだったが、ミカからの連絡を受けてきた議定に引きずられていった。その翌日、早速拓也は辞令が出て営業から官職へと移動した。前からお客様によって態度を変えるという報告が上がっていたものの、上司がいる場所では隠していたため、事例が出せなかったそうだ。私やミカに対しての女のくせにという発言が決定打になった。上司からおじへの行動が筒抜けなので、業務中の拓也の発言や態度で上司からたびたび指導を受けているのだとか。
周りに冷ややかな目を向けられながらも、拓也は慰謝料の支払いのために仕事を続けていると、おじから聞いた。その後もしつこく、拓也からの復縁要請は続いた。番号を着信拒否設定すると、今度は手紙で、愛しているのはお前だけと送ってくるので、私は疲れ切ってしまった。弁護士に相談して、電話や手紙の禁止を含めた接近禁止命令を出してもらうと、罰金に怯えた拓也からの手紙はピタリと止まった。実家に長くお世話になった私は、拓也がおとなしくしている間に引っ越しをしようと決意したのだった。両親やおじに相談すると、おじから独立を勧められた。前の職場でも独立を選択肢の一つとして考えていたが、拓也が許してくれなかったのだ。もう、束縛から解放されたので、拓也の顔色を伺う必要はない。私は思い切って、自宅兼職場として、高利地の物件を購入した。一から仕事を始めるというのは、やることも多く大変だが、その分やりがいがあり、楽しい日々を送っている。拓也と別れた後も、元義実家とは交流を続けている。今度、美香と元義弟と三人で、独立おめでとう旅行をする予定だ。次の結婚相手は、私たちの面接を通った人でないと、と、私以上にやる気を見せる二人に、しばらく恋愛はしなくていいかなと、苦笑いを返した。今は仕事と自分の時間を大切にしたいと思ったからだ。家族や友人、そして今までお世話になった人たちに恩を返せるように、これから仕事と私生活を上手に両立していければいいと思っている。